ホーム駅前道場駅は兵庫県神戸市北区道場町行野のにある西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は JRG60 アーバンネットワーク及び JR 宝塚線の愛称区間に含まれている。福知山線内では唯一神戸市内に立地する駅だが他の神戸市内の駅からは離れていることなどから JR の旅客営業規則における 神戸市内の駅として扱われていない。そのため、国鉄時代の駅名表の所在一覧には、神戸市北区ではなく、兵庫県神戸市と表記されていた。道場町内には、神戸電鉄三田線の新鉄道場駅もあるが、当駅からは、六甲三景を挟んで西に4キロメートルほど離れており、別の駅である。また、国鉄が1913年に開業し、 1943年に救出されたありませんには振動場駅が存在した。北隣の三田駅前のペデストリアンデッキにある三田市総合案内所には施設による当駅の駅スタンプが設置されている。二面二線の相対式ホームを持つ地上駅になっている。分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類される。駅舎は南の一番乗り場側にあり、 反対の2番乗り場へは屋根のない古墙橋で連絡している。古墙橋にはエレベーター等が設置されておらず、車椅子利用者などが2番乗り場に行くには困難を伴う。ホームと地平部は2メートルほどの高低差があるため、1番乗り場へ通じるスロープが設置されている。このスロープ上には改札口がなく、直接1番乗り場に繋がっている。よって、 ここを通って列車に乗車した場合、車内で乗車券を購入することになる。宝塚駅が管理する無人駅だが、移行下が利用可能で自動券売機及び自動改札機が設置されている。かつては駅前の酒屋で乗車券類を発売する簡易委託駅だった。日中は1時間あたり、区間快速が4本停車する。朝ラッシュ時の大阪方面は本数が多い。 当駅は、区間快速と普通電車が停車する。平日は通勤、通学客、休日は、近隣の百条岩などに行く、観光客の一定の利用がある。兵庫県統計所によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。駅前は、工場と住宅が雑然と入り混じり、駅から離れていくと、電源地帯が広がっている。ありがとうございます。